ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーたちは、ロックフェスティバルへの参加後に急いで東京ドームに向かいましたが、その移動中にいくつかのトラブルが発生し、メンバーはやむを得ず遅刻してしまいました。先日、ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーである平野翔、岩ガン優太・そして神宮寺・優太が、熱狂的なファンたちの前で新たな一面を披露しました。彼らの最新の活動には、予期せぬハプニングや感動的な瞬間が詰まっており、 それぞれぞのキャラクターがより一層際立つ内容となっていましたこの夏の炎天下で行われたイベントは、彼らにとってもファンにとっても忘れられない経験となったことでしょう。まず、彼らが参加した東京ドームでの大規模な運動会イベントでは、ファンとの距離感がさらに縮まった瞬間が多く見られました。平野翔はそのカリスマ性で会場を魅了し、岸優太は自身の絵画の才能を SNS で披露して話題を集めました。 一方、神宮寺雄太は、26歳になり、フェスの楽しさを改めて感じたといいます。これらの出来事は、彼らがアイドルとしての活動を超えて、個々の人間性をファンに示す貴重な機会でもありました。しかし、このイベントは決して順風満帆ではありませんでした。n o ン,ン,ンアイのメンバーは、前日に NHK での公開収録を終えた後、東京ドームに直行するという過酷なスケジュールをこなしました。 そのため、彼らは会場に遅れて到着し、一部のファンは彼らの不在に不安を感じたことでしょう。だが、その遅刻さえも彼らのパフォーマンスへの期待を高める効果をもたらしました。実際、彼らが到着してからの会場の盛り上がりは尋常ではなく、まるでエネルギーが爆発したかのようでした。平野翔は、その日のステージで圧倒的な存在感を放ちました。彼の一挙手一投足に観客は息を呑み、 その姿を一瞬たりとも見逃すまいと目を凝らしていました。彼はまるでステージ上で別の人格を持つかのように、完全にその場を支配していました。それはまるで、観客全員が彼の手のひらの上で踊らされているかのような感覚でした。そんな彼の姿を見たファンたちは、彼がこれまでにないレベルで自身を進化させていることを強く感じたことでしょう。一方、岸優太はその独自のユーモアと温かさで観客を和ませました。 彼はイベントの合間に自身のインスタグラムに投稿し、ファンと直接コミュニケーションを取る姿勢を見せました。特に印象的だったのは、彼が描いた絵を公開したことです。彼の絵は、シンプルでありながらもどこか心に響くものがあり、多くのファンがその才能に驚かされました。騎士はまた、イベント中に何度も、ハピネスという言葉を口にしていましたが、 これは彼がファンに対して抱く純粋な感謝の気持ちを表していると感じました。神宮寺雄太もまた、その存在感を示しました。彼はステージ上でのパフォーマンスに加え、ファンとの距離を縮めるために様々な工夫を凝らしていました。彼は観客席に近づき、ファン一人一人に視線を送りながらパフォーマンスを行いました。その結果、彼のパフォーマンスには一体感が生まれ、 観客はまるるでで自分が特別な存在であるかのように感じられた、ことでしょうまた神宮寺はイベント後に、自身がフェスティバルの楽しさを再発見したことをコメントしました。彼のコメントには、26歳という節目に立ち、これまで以上にエンターテインメントの世界での活動を楽しんでいるという喜びがあふれていました。そんな中でも、イベントの舞台裏では予期せぬハプニングも発生しました。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、ロックフェスティバルへの参加後に急いで東京ドームに向かいましたが、その移動中にいくつかのトラブルが発生し、メンバーはやむを得ず遅刻してしまいました。この遅刻はファンたちの間で話題となり、彼らが無事に到着するまでの間、会場には緊張感が漂っていました。しかし、メンバーたちが登場すると、そんな不安は一瞬で消え去り、会場は歓声に包まれました。さらに、 岸優太が運動会中にファンと交わしたユーモラスなやりとりは、多くの観客にとって忘れられない瞬間となりました。彼が、腹減ったとつぶやいたツイートが瞬く間に広まり、ファンたちはその言葉に笑顔を浮かべました。このような瞬間が、岸の人間味あふれるキャラクターをより一層際立たせました。彼の言葉や行動は、常にファンに対して温かく接する姿勢を反映しており、 その一貫性が多くの人々に愛される理由でもあります。また、運動会ではメンバーたちが少年時代を思い出すかのように本気で競技に取り組む姿が見られました。特に騎士は野球少年だった頃の熱意を思い出し、まるで少年時代に戻ったかのような表情で競技に臨んでいました。その姿を見たファンたちは、彼の純粋な一面に胸を打たれたことでしょう。さらに、 神宮寺も若い世代と肩を組んで競技に参加し、彼のリーダーシップと優しさがかいま見える瞬間が何度もありました。平野翔は、その運動会の中でもひときわ目立つ存在でした。彼の持つエネルギーは周囲に伝播し、ファンたちはその姿に釘付け気になりました。彼は競技に参加するだけでなく、周囲の人々を盛り上げることにも尽力しました。彼のこの積極的な姿勢が、 イベント全体をより一層楽しいものにしたことは間違いありません。そして、このイベントを通じて彼らが示したプロフェッショナリズムは、アイドルとしての成熟度を感じさせるものでした。忙しいスケジュールの中で彼らは一瞬の隙も見せず、常に全力でファンに依頼ようとする姿勢が印象的でした。これが、彼らがトップアイドルとして長年にわたり支持され続けている理由の一つであると言えるでしょう。守りながら 共に応援ししていきましょう彼らの未来には、さらなる挑戦と冒険が待っていることは間違いありません。その過程で彼らが見せる新たな一面や、予期せぬサプライズが私たちを再び驚かせ、感動させてくれることでしょう。また、このイベントを通じて彼らがファンとの絆をさらに深めたことは、今後の活動においても大きな意味を持つはずです。ファン一人一人の声援が、彼らにとって大きな力となり、 次のステージへと彼らの音楽やパフォーマンスだけでなく、彼らが持つ人間的な魅力や温かさに触れることで、多くのファンが彼らをより一層深く愛するようになったのではないでしょうか。さらに、彼らの SNS 活動やメディアでの露出が増える中で、彼らがどのように自分たちの魅力を広めていくのかにも注目が集まっています。SNS を通じてファンと直接コミュニケーションを取る機会が増え、 より一層身近に感じられるようになったことで、彼らのファン層はさらに広がりを見せるでしょう。彼らの投稿やコメントは、ファンにとって日常の楽しみの一部となり、彼らの言葉や行動が多くの人々に影響を与えることでしょう。また、彼らが今後取り組むであろう新たなプロジェクトやコラボレーションについても、ファンたちの期待は高まるばかりです。音楽だけでなく、演技やバラエティ、さらにはアートなど、 彼らが持つ多彩な才能がどのように発揮されるのか、そしてどのような新しい挑戦が待っているのかが楽しみです。彼らの成長とともに、ファンたちもまた新しい体験を共有し、共感し合うことでしょう。そして何よりも、彼らがこれからどのようなメッセージをファンに伝えていくのか、その姿勢が重要です。これまで以上に、自分たちの信念や価値観を大切にし、それをパフォーマンスや言葉で表現することで、 より一層多くの人々に感動を与えることができるでしょう。彼らの言葉や行動は、多くの人々に希望や勇気を与える力を持っており、それが彼らの魅力の一つでもあります。彼らの未来に待っている新たな挑戦や成功、そして時には困難な状況に直面することもあるでしょうが、それらすべてが彼らの成長の糧となり、より一層輝く存在へと導いていくことでしょう。ファンとして、その過程を共に見守り、 応援することができるのは、何よりも幸せなことです。最後に、彼らがどのような道を歩んでいくのか、その一瞬一瞬を大切にしながら、彼らと共に未来を切り開いていきましょう。彼らの成長と変化を見届けることで、私たち自身もまた新しい発見や感動を得ることができるのです。彼らの物語はまだ始まったばかりであり、その物語を共に紡いでいく旅路がこれからも続いていくことを信じています。 この先、彼らがどのような新しいステージに挑み、どのような素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるのか、期待に胸を膨らませながら、その一歩一歩を見守っていきましょう。そして、その旅路において、私たちファンが彼らを支え続ける存在であることを誇りに思いましょう。彼らの未来は明るく、その輝きはこれからもますます強くなっていくことでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、 それぞれが異なる個性を持ちながらも、ファンとの絆を深めるための努力を惜しまず、その姿勢は多くの人々に感動を与えました。彼らの活動を通じて、ファンは彼らの成長と変化を目の当たりにし、その過程を共に楽しむことができました。彼らの今後の活動がどのように展開していくのか、ますます期待が高まります。このイベントが終わった後、ファンたちは彼らのパフォーマンスを振り返りながら、 それぞれの心に新たな感情を抱いたことでしょう。平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人がこれからどのように成長していくのか、そして彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、期待は膨らむばかりです。ファンとして、彼らのこれからの道のりを見守り続けることが楽しみであり、また新たな感動が待っていることでしょう。この記事を読んでいる皆さんは、今回のイベントについてどのように感じましたか。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが今後どのような活躍を見せるのか、皆さんの予想や期待をぜひ共有してください。そして、彼らの成長を一緒に見。